ちょっと懐かしい歌謡曲数曲歌わせていただきます。最後までゆっくり楽しんでいってください。よろしくお願いします。
さんという方ですね。今でもご活躍だと思います。
とカモメが飛んだ日というのが記憶にあるかと思うんですが、あえてそれを外しまして、ちょっとちょっと前向きな女性の歌を歌わせていただきます。え、唇よ熱く君を語れ、
もう本当にこれで最後になります。本当に数曲でした。で最後は、私はリアルタイムでこの山口百恵さんのこの歌を聴いたことが実はないんです。で実際に今日歌わせていただく間にも一度も聴いておりませんので、もしかしたら雰囲気が違っているかもしれません。ただとても詩の内容が何かこう胸に迫るものがありまして、とても好きになった曲です。さよならの向こう側。
期待しております。ありがとうございます。すっごい恥ずかしい。